ちらは京都駅でございます。今回は JR の特急はるかのグリーン車に乗って関西空港へ行きたいと思います。こちらは嵯峨野線のホームです。関空特急はるかは嵯峨野線と隣り合わせたホーム30番乗り場から発車します。はい、なんとキティちゃんのはるかが来ておりまして、これは全然狙ったわけじゃありません。偶然このハローキティはるかに乗ることができました。外国人の方にも大変受けているようですね。さすが世界共通のキャラクターキティちゃんです。このように至る所にキティちゃんがいます。はい、ハローキティはるか281系は1994年に登場しておりまして、今年で25年ということになります。その間いろいろな時代の変化がありまして、もったいないスペースというのが生まれてしまいました。で、この荷物室はですね、昔は京都駅で国際線の搭乗手続きができまして、その荷物を空港まで運んでくれたわけです。しかし2001年のアメリカ同時多発テロで空港外の手荷物検査は危険だということで廃止されました。そして扉は完全に埋められてしまいました。これはですね、2016年に走行中に扉の一部が落下するという事故を起こしておりまして、その対策としておそらく扉は完全に埋められたものと思われます。そしてもったいないスペースの2つ目はこちら。これ喫煙スペースだったんですね。はい、このように、灰皿が2箇所設置されておりました。今はね、このようにフリースペースという形で何も使われないスペースになってしまいました。はい、ドアにもキティちゃんがいますね。で、この辺りにですね、この辺りには飲み物の自動販売機もあったんですが、それもいつの間にか撤去されてしまいました。で、今回乗るのはこの黒280-9ということになります。それではグリーン車に乗車しましょう。で、私ですね、これ人生初のグリーン車ということになります。JR 西日本のグリーン車はね、このように2列と1列に分かれております。はい、ここにもキティちゃんがいますね。グリーン車の料金なんですけれども、すべて合計して4130円でした。で、このように、車内設備というか座席周りですね、はい、このようになっております。はい、これブルーシグナルというね、 JR 西日本の冊子ですね。テーブルはこのように、肘掛けに格納するタイプになっております。さあ発車しました。発車してしばらくはね、山陰本線を走行することになります。東海道本線の一番外側の線に入るためにはちょっとね、特殊なルートを取ることになります。
お待たせいたしました。関空特急はるか21号関西空港行きです。ご利用くださいまして誠にありがとうございます。列車は6号車を先頭車に、5号車、4号車の順で、一番後ろの車が1号車です。順席は前行きの3両、6号車、5号車、4号車です。後ろ3両、3号車から1号車までは座席指定車です。お間違いのないようお待ちください。それでは次の新大阪には11時27分です。そしてここで新快速に追い越されますね。同じ11時発なんですけれども、はるかは11時00分00秒ちょうどに発車します。で、新快速の方はね、おそらく20秒から30秒ほど後に発車しているものと思われます。で、こちらは新快速からの眺めもですね、参考としてご覧いただきたいと思います。このように追い越しております。この貨物船のルートはですね、30番乗り場を発車するはるかだけでしか通ることはありません。朝の時間帯は、はるかは米原発とか草津発というのがあるんですけれども、米原草津発のはるかは通常の新快速が通る線路と同じところを通りますのでね、こちらは通りません。ですので30番乗り場発のはるかだけでしか見ることはできません。こちら西大路駅です。貨物線をですね、ゆっくりと走行しながら通過します。サンダーバードとすれ違いましたね。そしてですね、だんだんとこちらの方が高くなってまいりまして、ここでですね、東海道本線をまたぎます。このように上から見下ろすことができます。この辺りで本線に合流します。はい、ここで合流しましたね。今で、この見えてる線路は車両基地の方につながっております。で、この辺りが向こう町駅ですね。向こう町駅を通過しております。はい、こちらがですね、吹田総合車両所、京都支所ということで、黒潮が止まってますね、このように。京都や新大阪を主に発着する列車がここに止められています。DD51 も見えますね。昔はね、向こう町運転所とか、京都総合運転所と言ってたんですけれどもね、名前が吹田総合車両所、京都支所ということで、ちょっと分かりにくいような名前ですね。まもなく高槻の通過シーンです。高槻駅混雑緩和のために新たに設けられた新快速と特急が
発着するホームです。そしてですね、茨城駅を通過した後にですね、再び東海道本線を渡ります。そしてまた、貨物線に入ります。このルートはですね、はるかの他に京都発の黒潮も通ります。千里丘通過ですね。吹田駅を通過した後なんですけれどもね、207系の普通に追い抜かれてしまいました。新大阪に着きます。お出口は左側です。大阪神戸方面と大阪東線、鹿野店方面、新幹線と地下鉄線はお乗り換えです。はい、もう姿が見えなくなるほどまで差をつけられてしまいました。上からこれ降りてきたのは新しくできた大阪東線です。大阪東線、ここで合流します。スーパーハクトとすれ違いました。207系に追いつきましたね。まもなく東淀川を通過します。東淀川はね、駅舎が新しく作られました。橋上駅舎になりましたね。さあ、新大阪到着です。はるかは30分に1本という高頻度の運転で、全てにグリーン車がついています。はるかのグリーン車というと結構空いてそうなイメージなんで、もしかしたら一人で独占できるかなと思ったんですけれども、この時は私以外にお客さんが3人いましたね。そして淀川を渡りまして、このあとですね、東海道本線と完全に分かれます。はるかと黒潮の特有のルートですね。はるかと黒潮でしか見ることができないルート。昔は B 快速というのもあったんですけれどもね。
ちら阪急の下ですね。阪急の下をくぐって、見えてきたのは大阪の高層ビル街、JR 西日本の本社も見えておりますね。そしてグランフロント大阪、 JR 大阪駅も見えてきました。この景色はですね、何年か後にはもう見られなくなりますね。再開発が進められておりまして、ここもビル街、そして公園のようになるそうですね。そしてこの線路も地下化されて、地下駅も作られていまして、はるかはその地下駅に停車することになります。ですのでもうこの景色はですね、非常に貴重なものとなりますね。おそらくこの踏切も廃止されることでしょうね。そしてまあ渋滞の緩和にもつながると思います。この上を走るこの電車は JR 神戸線です。再び東海道本線をくぐったということになりますね。そしてこの見えている高架、これはですね大阪環状線です。そしてこの辺りから大阪環状線の福島駅ですね。このように下から福島駅を通過するということになります。そして大阪環状線が見えてまいりました。野田駅を通過します。ここからですね、環状線の内回りの方に渡っていきますけれどもね、西九条を通過した後に渡ることになります。速度がゆっくりになってまいりまして、西九条駅を通過します。昔は一部のはるかが西九条に止まったんですけどもね、また再び全て通過するようになりましたね。そして西九条を通過した後に大阪環状線の内回りに合流しました。さあ天王寺を発車しております。上に止まっている電車が阪和線の電車です。
後ろ3両3号車から1号車までは座席指定車です。下に見える線路は大阪環状線です。次は終点の関西空港です。12時20分に着きます。あと30分少々で関西空港です。お出口は右側です。そして阪和線に入ります。下に見えているのは大和路線ですね。関西本線です。天王寺を過ぎたところでちょうどお昼ということになりましたので、ここで京都駅で買った駅弁を食べたいと思います。今回買ったのはですね、この熱烈牛三昧弁当というね、牛肉メインの駅弁です。ハンバーグ、焼肉、ステーキという3種類のお肉がですね、ご飯の上に乗せられております。ちょっと食べるシーンもね、入れた方がいいかなと思いまして、ちょっとね、失礼しております。完食させていただきまして、大変美味しかったですね、これは。そして阪和線内を順調に走行しております。ひねのを通過しまして、こちらはですね、車庫に入る225系ですね。そして関西空港線に入っております。そして、こちらが吹田総合車両所のひねの支所という名前になりました。もうどこ行っても吹田総合車両所なんですね。だんだん見えてきたこれ、南海空港線です。そして臨空タウン駅を通過します。南海と共同の駅ですね。そしてこの臨空タウンを通過すると南海と合流します。前半はここまでとさせていただきまして、後半は関西空港に着くところからお伝えしたいと思います。ではここまでご覧いただきありがとうございました。